米海軍のチャフキャニスターをほぐした状態のチャフチャフとフレアを同時に展開する B-1B チャフは電波を反射する物体を空中に散布することでレーダーによる探知を妨害するもの。電波帯域を目標とし誘惑と飽和を任務とした使い捨て型のパッシブデコイである。シャフとはもみ殻のことで穀物に見せかけたまがいものという意味がある。最も古くから用いられている。 対レーダー用で濃いであり、現代では軍用機や軍艦の多くにレーダー警報受信機などと連携させて搭載されている。金属は電波を反射する性質があるため、これを散布すれば、レーダーからは、その散布地点に目標があるように見える。この原理を利用したのがチャフである。チャフとして使用されていたものは、初期のものはアルミ箔をレーダーを反射するのに必要な長さに切り、 これを紙の両面に貼って使用した。現在では、耐久時間を重視し、プラスチックのフィルムやワイヤーに、アルミを乗着させたものが主流となっている。散布に特化した形状をしたチャフを、ディスペンサーやランチャーによって空中に放ち拡散させる、手法が従来から採用され、小型機や艦艇がチャフを巻く場合には、現在でもその、手法が採用される。現在の大型の電子戦機などでは、 機上でフィルムを高速切断して空中に巻く装置を備えたものもある。これは、妨害しようとするレーダー波の波長か、その整数倍の長さが最も効果的であるためである。このため、敵のレーダー波長に合わせたチャフを持つ必要から、非戦争状態の時からも、仮想敵国の波長を探るためのシグイント活動が行われる。一つのチャフユニットにより生じるレーダー目標を、 チャフバーストと称し、これが多量に頂上したものをチャフ雲と称する。また、チャフ雲をさらに連続して形成したものをチャフ回廊と称する。なお、チャフは、電波ホーミング誘導などレーダーによる誘導方式を採用したミサイルからの回避行動の一環として散布される場合も多いが、高波ホーミング誘導ミサイルに対しては、効果がないため、フレアと同時に使用される。チャフの任務は、 誘惑及び、飽和である。誘惑任務で用いられるとき、チャフは、脅威レーダーから見て、防御目標より、大きなレーダー反射弾面積を有するように、展開されるか、防御目標の至近距離に展開されねばならない。例えば、軍艦が、このような用途でチャフを展開する場合、艦の甲板に、チャフが落ちるほどの距離に展開するのが普通である。そして、 防御目標はチャフから離れるように運動する。チャフ自身は運動能力を持たないが、風による移動はあるため、これも利用される。そして、チャフは脅威レーダーの追尾を防御目標からチャフに引き寄せ、最終的に防御目標を脅威レーダーの追尾から逃れさせるのである。それでも、防御目標側が回避できない時は直撃ではなく、資金弾の被害までに抑える目的もある。 一方、飽和任務で用いられるとき、チャフは脅威レーダーから見て防御目標と近い RCS を有するように、かつ多数が展開されなければならない。脅威レーダーは、これらのチャフを魔目標と同様に評価して、魔目標を判別しなければならないために対処能力に負荷がかかり、場合によっては飽和する。第二次世界大戦中の1940年に、イギリスによって、 ドイツの捜索レーダー、フラヤ、射撃管制用即挙、レーダー、ウルツブルグや、航空機用機上レーダー、リヒテンシュタインを妨害するために開発され、ウィンドウと命名された。イギリス空軍の夜間爆撃では、電波妨害装置と共に使用されて、ドイツ軍の降射砲や、迎撃機の回避に、大きな成果を上げた。また、第二次大戦中の日本軍では、 模造紙に鈴箔を貼ったものが主に用いられた。1943年11月13日の第4次ブーゲンビル島沖航空船で、第2本帝国海軍航空隊は敵艦隊の一方にチャフを散布し、そちらに警戒を引きつけた上で、反対側から雷撃を加えて大きな戦果を上げた。また海軍でも、対艦ミサイルの発達とともに、これへの防御策として、 チャフが注目されるようになった。特にエジプト海軍のミサイル艇の脅威を受けていたイスラエル海軍ではこれを重視したが、従来のチャフは航空機からの散布が主体で、関西用発射機は存在しなかったため、遭難信号として一般向けに販売されていた手持ち式発射機を参考に国内開発が行われた。こうして開発された関西用発射機は、 1967年のエーラート事件には間に合わなかったが、1973年のラタキア沖海戦で実戦投入され、大きな効果を上げた。ありがとうございます。